申し込む。妻夫木聡、主導権は奥さんに、言葉通り迷子をエスコート。大きな紙袋を抱えて歩く夫と満面の笑みの妻。1月下旬の午後6時過ぎ、2016年8月に結婚した妻夫木聡37と女優の舞子32歳が揃いの黒コートで東京代官山のメインストリートに現れた。手にしているのはプレゼントだろうか。2人は談笑しながら一軒のビルに向かっていた。夫妻の仲はすこぶる良好。舞子は妻夫木の両親と買い物に行ったり、妻夫木の兄のライブに家族と一緒に行ったりと、家族付き合いにも精を出している芸能プロ関係者2人が、この日参加したのは仲のいい友人やスタッフたちとの新年パーティー。宴は大いに盛り上がり、お開きになったのは日付が変わる頃だった。結婚後、夫婦円満には奥さんが主導権を握った方がいいと語っていた妻夫木。その言葉通り、この日の彼は冒頭のように荷物を持ったり、車に誘導したりと舞子をエスコート。確かに彼女のような美人妻だったら喜んで献身できるのだが…